ありがスうす。こんちこそれでは今回なんですけども、D カードプリペイドを実際に使って思ったこと、メリット、デメリットを簡単解説ということで、今回は D カードプリペイドの話題ですね。これまで何度か使ってきて、僕自身が実際にこう感じたことをまとめさせていただきましたので、まあぜひですね、今後の D カードプリペイドを利用する方など参考にしていただければと思います。まだ過去の D カードプリペイドの動画をご覧になってない方は、下の概要欄にリンクを貼っておきますので、先にそちらをチェックしてみてください。 ということで、早速 D カードプリペイドを利用してきたデメリット3つについて先にお伝えします。まず1つ目は、ログインまでの手順が多めということですね。まあ、すでに D カードプリペイドを利用されている方であれば、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、専用のアプリがないんですよね。なので、残高を確認したいときや、チャージをするときには、毎回こう、専用サイトにアクセスして、そこからログインをするという流れになっています。 しかも、ログインをするにしても、今出てるような手順ですね。この1から4までの手順を踏んで、やっとログインができるというような流れになります。ま、専用サイトにアクセスすると、そして D アカウントでログインをして、で、生年月日を絶対入れて、で、ログインができるというような流れになります。ま、なので、ま、D アカウント、ログインする時の D アカウントの場合は、スマホ自体が情報を覚えてくれるので、入力の手間が省けるんですけども、生年月日の場合は、毎度毎度こう数字を選択するような流れになっているので、ま、それがちょっとネックです。 まあ、せっかくなので、画面遷移はちょっとどんな感じなのかなということをですね、再度お伝えしたいと思うんですけども、まずこの、まず最初に専用サイトの Web ページにアクセスをして、ログインをタップします。で、ご自身の D アカウントの情報を入力して、で、先ほどお伝えした生年月日のところですね、これも入力して、 ま、これでこの3つの手順を踏んで、やっとマイページにアクセスができるという流れになっています。なので、もしですね、まあ、D カードプリペイド専用のアプリとかがあれば、まあ、ちょっと楽になるのかなというふうにも思います。 次、デメリット二つ目なんですけども、プリペイドカードなので、使えたり使えなかったりするということですね。まあ、これはまあ、実際にその使える場所や使えない場所に関しては、以前あの動画でもお伝えをしてるんですけども、今出てるようなこちらの場所ですね、場所とかあと場面なんですけども、以前も解説したので、まあ、ざっくりだけお伝えすると、まあ、例えばその月額で支払うものであったりとか、あとはガソリンスタンド、あとは電子マネーだと、7個のクレジットチャージとか、あとは楽天エディとかでは、この D カードプリペイドは使え 使えないようになってますなのでもしですね d カードプリペイドを利用する予定の方は事前にどこで何が使えないのかっていうのを確認しておくことをお勧めします次デメリット3つ目は還元率がやや低めということですね この D カードプリペイドに関しては還元率は200円で1ポイントなので0.5%還元となっています。まあ基本的にクレジットカードの還元率は1%。そしてプリペイドカードでも結構利用されてる方も多いビザプリペイドのキャッシュも1%はあります。なので、まあ、還元率を比較すると他のクレジットカードやもしくはプリペイドカードと比較するとちょっと低いかなって思います。なのでもしメインカードとして使う場合はちょっと物,物足りなさを感じてしまう。 場合もあるかもしれないですね。まあ、以上が D カードプリペイドのデメリット3つについてでした。それでは続きまして D カードプリペイドのメリット6つですね。デメリットもありますけども僕的にはメリットの方が多いのかなと思います。それでは1つ目はメールで通知が来るということですね。 これどういうことかと言いますと、d カードプリペイドはチャージをするたび、もしくは d カードプリペイドを使って決済をするたびに、メールでの通知が届きます。しかも、どちらのアクションをしてもすぐにメールが来るようになっています。しかも、その、最初のデメリットでもお伝えしたんですが、残高を確認する方法として、マイページにアクセスしてからの方法もあるんですけども、このメールで通知が来るたびに、残高も記載がされているので、まあ、それはそれで結構簡単で、もしくはこう、 安心がしますね 次二つ目は、カード単体での ID 決済が便利ということですね。まあ、カード決済をする際は、基本的に店員さんに渡したり、もしくは差し込んで決済をしたりするんですが、このカード自体は ID の機能が搭載されているので、コンビニとか飲食店とかでも ID 決済ができて、まあ、みんな大好きな決済音、タントンという決済音を聞けることができます。しかも、これはたまたまなのかもしれないんですけども、スマホでの ID 決済より0.5秒ぐらい、まあ、決済スピード ががい気がしますね、まあ、もしかしたらスマホの電波状況とかにもよるかもしれないです。次、三つ目は先ほどの ID 決済にも関連するんですけども、Apple Pay での決済も便利ということですね。まあ、この D カードプリペイドは Apple Pay での登録もできるので、iPhone 7以上の端末を利用されている方であれば利用が可能となっています。 ちなみにこの D カードプリペイドを利用する場面でおすすめの決済する場面っていうのはやっぱりローソンかなと思います。というのも、このカードで決済するたびにローソンだと3%オフになって決済プラスさらに D ポイントを貯めることができるので、まあ、もし他にま、スマホ決済のキャンペーンというのが特にないときは、この D カードプリペイドを使ってローソンにて決済するのもいいのかなと思います。 次、四つ目は、マスターカードのブランドなので、幅広く使えるということですね。まあ、最初のデメリットの場面では、使う場所が制限されていることについて触れましたが、なんちゃかんちゃマスターカードのブランドなので、いろんな場所で使えます。まあ、少し前のライブ配信でちょっと不安になっていた、JR の特急券が購入できるか不安だったんですけども、これはあの、視聴者さんに教えていただきまして、無事に購入ができて乗車をすることができました。 あとは使ったのは、まあ、スターバックスですね。こちらでは D カードプリペイドで決済ができました。今出ているお写真は僕が頼んだユズシトラスティーというものですね。まあ、これ先日あの、スチオさんから美味しいと教えていただいて、早速頼んで飲んでみたら、結構あの、スッキリとした味わいプラス、ほんのり甘い感じでかなり美味しかったですね。 ちなみにあの JR の窓口、そしてスタバで決済するとき両方とも共通する出来事がありまして、決済をした瞬間にこれは使えませんというような返しをされたんですよね。で、そこから数秒後に、 あ、決済できましたという感じに言われたので、まあもしかしたらプリペイドタイプなのでシステム的に少し遅れてしまうのかなというふうに思いましたね。まあ時間差的なやつなのかなと。なので、もし D カードプリペイド単体で決済するときは、お店の人も一瞬首をかしげる場面があるかもしれないんですが、少し待ったりするとうまく決済ができたりするので、まあそこはちょっとまあ注意が必要ですね。 次、五つ目は、三井住友カードはチャージ手数料がいらないということですね。もちろん、あの、セブン銀行 ATM や、ローソン店頭でのチャージに関しては、手数料なくチャージができるんですけども、こちらの、 VJA 加盟各社であれば、手数料無料でチャージができます。まあこちら、ほんの一例なんですけども、ここに出ている三井住友ビザカード、まあこれ一番上の方ですね、が、その VJA の中に含まれてまして、まあ、手数料無料でチャージができます。なので、まだ三井住友カードの20%還元のキャンペーンの対象期間の方であれば、そのまま D カードプリペイドにチャージすれば、手数料無料でなおかつ特典の20ドリが可能という いうことになりますね最後、6つ目は D 払いでも利用可能ということです。D 払いにこの D カードプリペイドをセットする場合は 3B セキュアの設定が必要なので、事前に設定した上で D 払いと連携してみてください。 ちなみに、現在 D 払いでは、今出ている D 払い生活応援キャンペーンが開催中ということもあって、キャッシュレイン視聴者還元事業の5%のお店であれば、飲食店とかちょっとした薬局とかでも10%還元されます。まあ、それに加えて D カードプリペイドの還元 0. 5、0.5%還元も受けることができるので、まあ、ちょっとお得になるということなので、まあ、もしですね、D ポイントが欲しいという方は、この方法を試すのも良さ そうですね最後に今日お伝えしたことのまとめです。まずデメリットからなんですけども、一番はログインするたびに毎度生年月日など、まあ入力がちょっと手順多めということと、二番目は使えたり使えなかったりする場所もあったりする。そして三番目は還元率が0.5%還元でやや低めということ。で次にメリットは、まあ毎度使うためにメールで通知が来るということと、 あと2番目はカードで ID 決済ができて、3番目 Apple Pay での ID 決済も便利。あと4番目はマスターカードなので、まあ、広範囲で使えるということと、あと5番目、三井住友カードだとチャージの手数料が無料。そして最後6番目は D、D 払いと20取り、特定20取りができるという感じですね。 まあそんなこんなで今回 D カードプリペイドを実際に使ってみたメリットやデメリットについて解説をさせていただきました。まあ今は僕自身が三井住友カードの20%還元のキャンペーンと組み合わせているので、まあそれと組み合わせてお得ということと、あとはもう少ししたら D バレーのキャンペーンがまた開催される予定なので、まあその時もこの D カードプリペイドが活躍しそうかなと思っています。 ちなみに今 D カードプリペイドを作るとこちらの100万円分山脇キャンペーンに参加できるので、まあ、もし作成を検討されている方はそちらもチェックしてみてください一応今回動画で参照した公式のリンクや過去の D カードプリペイドに関する動画も下の概要欄に公式リンク載せていますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました